はい、めちゃくちゃどうもいいです。今回ですね、もう、今回はあれです。なんかつい最近なんかニュースとかで、なんか緊急事態条項とかなんか自衛隊のなんか明記変更みたいな、あったじゃないですか。で、それをなんか国民の投票で決めるみたいなのあったんですけど、うん。いや、おかしいのでね、条項を、そんな選挙じゃないでしょ、みたいな。うん。やっぱ岸田さんはね、ちょっとなんか、うん、何考えてんだっていうね、うん。戦争でも追っ始めるんかっていう。うん。本当にね、あの人はね、ちょっとなんか、うん。何がしたいかわかりません、本当にもう。うん。なんか、いいこともするけど、もう悪いことの方が多いんですよ。はっきり言って、あの人はね。うん。だから、本当にね、条項、緊急条項ってあるんですけど、やっぱそれを通しちゃいけないんですよ、本当に。うん。通したらダメなんですよ、もう。何かと言うと、なんかもう、国が勝手に決めないんですよ、もう。その選挙と行わずにね。もう、勝手にあっちで決めないんですよ。あっちの中だけでね。もうこれするったらこうするみたいな、もう。アメリカに戦争行けったらもう行くみたいな、もう。あっちは勝手に決めないんですよ、もう。で、人権の損害もなくなって、本当に。もう全部がもうあっち決めれて、もう好き勝手できる感じですよ。本当にもう、全部変えれんすわ、あっちで。それを通してしまうとね。うん。で、戦争もなんか普通に徴兵とか使えたりとか、もう。で、貯金の口座全部取られたりしてね、もう本当に自由がなくなるっていうね。もうそれぐらいね、やばいやつなんですよ、もうほんまに。いや、条項っていうのはね。結構ね、これ分かってない人多いんですよ、本当に。俺の友人とかも結構ね、これ言うんですけど、何みたいな。分かってない人多いんですよ、本当に。うん。それがね、ダメなんですよ、もう。だから日本人はもうダメっていうね。俺思うんですよ。あまりにね、うん、日本人のことどれも嫌くないけどね。もう俺も日本人だし。でも、やっぱり危機持てよっていう、危機感をね。うん。これに関してはもうそういう、どうでもいいとはそういうもんじゃないですよ、もう。命に関わる問題なんだ、これね。本当にもう。死ぬか死なないかっていうね。これをね、通してしまうとね、もうそういう風になっちゃうんで、もう。いわゆるなんか、まあ、北朝鮮みたいな感じの独裁国家みたいな感じになっちゃうんでね。そう。それはダメだぞっていうね。うん。これはね、国民がやっぱり協力して、団結してやっぱりね、やるべきなんですよ、もう。みんな声上げてね。誰も声上げてないでしょ、ほんまに。まあ、上げてる人は上げたいけど、もっともう本当に有名な人とかね、ヒカキンさんとかヒカルさんとか、ラバさんとか、そういうやっぱ人がね、もっとね、まあ、YouTuber もね、全員ね、まあ、声上げていくべきなんですよ。もう誰も上げてないでしょ、まあ、それがダメなんですよ、本当に。うん。だ日本人だからバカじゃないですよね、日本人とかでね。うん。ほんまに外国人とかはね、結構政治に興味ある人多いですから、本当にね。うん。外国人なんか普通にもう、なんか、政治の話はしますからね。もういろんなところでね。うん、バーとかそういうところで。日本人は政治の話なんかしないでしょ、全然。どこでも、レストラン、そういうのでも。でも外国人はもう、政治の話は知るなんですよ。まあ、それほど違うんですよ、政治に対して興味がね。日本人ってもうほとんどないでしょ、もう。うん、ばあさんとかもね。年寄りでも知らないというね。うん。その、大した知らないというね。そう、うん。選挙、その投票しねみだけでね。こうやって票入れなきゃね。うん。詳しく知らないという。あ、特にもう若い人とかね。うん。もう俺も若いけど、本当に興味ない人多いんですよ、もう。私には関係ないからっていうね。これに関してはもう関係あるんだよっていう。うん。あと政治も別に関係ないからだって、関係あるんですよ、実際の自分にね。うん。関係ないことなんかないんですよ、本当に。ね、やっぱこれをね、もっとね、言うべきなんですよ。うん。裏金とかね、みんな言うでしょ？それ言って、緊急事態条項のこと何も言わないんだっていうね。だって結構前からもうさ、数年前からもう言われてるぞ、それに関してはもう。なのに未だに言ってないっていうのはね。うん。何やねんと思ってね。うん。そのことをごちゃごちゃ言うなら、じゃ条項のこともごちゃごちゃ言えよっていうね。うん。はっきり言って裏金よりも、緊急事態条項の方が大事なんですよ、そっちの方が絶対に。そっちの方が大事なんですよ、もう。ね、そんな、金よりも。命ならね、命ですか、こっちはもう。うん。ね、そんなことごちゃごちゃ言うより、まあ、緊急事態条項をもっと言えよっていうね、本当に。まあ、もっとね、もう、政治に興味持ってほしいんですよ、俺はもう。多くの人に。じゃないともう日本潰れるぞっていうね、うん。まあ、今も潰れかけてるけど。ね。でも、まあ、ダメなんですよ、ほんと、そんなんじゃ。全員がね、まあ、一致団結してね。うん。少しの人が言っても意味ないでしょっていう。まあ、多くないと。だからもう俺は言ってますよ、もう必死にね。もうツイッターとかもういろんなね、TikTok とかでも全部言って、やっぱり本当に。だからその条項の危険性っていうのをね、多くの質問でしてね、うん。戦争なんか絶対しちゃダメなんだからもう。だって何もいい結果を生んでないでしょしても。うん。なのにまた同じことを繰り返すっていうの、うん。
なんか学んでないのかっていうね。そう思うんですよ、やっぱり。これに関してはもう、そのなんかあのね、まあ日本で自由主義なんですけど、これに関してはもう強制でもいいと思います、はっきり言って、これもう。うん。反対、みんな反対するべきなんですよ、もう。これはもう、デモ起こすべきなんですよ、もう。まあ自分で決めていけないな、でもこれはもうね、やらないって言うやらない、全員がダメなんですよ、全員が反対しないと。全員がね、行動を起こさないと。うん。これはもう、ね、その自分で決める、そういうのじゃないんですよ、もう、これはもう。はっきり言って強制みたいなもんですよ、これはもうね。だって、それ、だって通してしまうともう、ね、自由主義でなくなるからね。そう。これ通してしまうと。だからもうね、みんなが必死になってね、やるべきなんですよ。うん。これやってしまうとね、もう、全部自由奪われて、それでもええんかっていうね。そう。全部自由なくなってもう、何もできなくなって。それはね、普通ダメなんですよ、だから。だからもう本当に、ね、これはもう、そんなね、どうでもいいんだ、そのどうのこなしてないですよ、もう。本当に。本当にもう友人とか話してもなんか、うん。いやでも別に、俺が言ったところで乗るのにもないで、でも、一人でも言ったら違うんですよ、一人でもね。多くの、うん。本当に。一人ぐらいもうね、俺は別に、ね、一人ぐらい俺言っても変わらないだろうって人いますけど、一人でも違うんですよ。もう多くの人にやっぱりね、それ言ってほしいです、そういうことをね。ダメだぞっていうね。うん。あとこういうね、俺みたいにここまで別にそんな、熱く語る人ないですけど、もっとツイッターのなんでもいいですよ、本当にもう。ね、そういう、もっと多くのもうね、声をね。だから本当はもうね、YouTuber とかもっとね、人気な人がね、言うべきなんですよね。ラワーさん、ヒカキンさんとかね。ヒンギア情報の危険性とか、この人どうなるかみたいな。まあ YouTube 上がってますけど、もっとね、多くの人にやっぱ言ってもらいたいと思うね、これはね。本当に。いやー、俺はもうね、断然もう反対派なんでね。うん。賛成派の人もいますけどね、意味がわからん。賛成派の人はもうほんまに。うん。お前ら戦争したいんかと思いますけどね。いや、それバカだと思ってね。うん。戦争なんか、しちゃダメなんですよ、そんな。うん。あんな、何も結果生まない。いい結果生まない。うん。本当に。まあね。小学生とかそこら辺にもうね、興味持ったら言わないですけど、ね、ある程度の年の人はもうね、持つべきなんですよ、もう。ね。なので誰も若い人とかほとんどないというね。うん。ほとんどもう興味ないという、もう。私には関係ない、どうでもいいみたいな。難しいみたいな。うん。いや、難しいだって学べよっていうじゃ話なんですよ。で自分の知りたいことは学ぶでしょ？うん。これ大事なことだからね。うん、はっきり言って。うん。この大事な、これを大事とね、思ってないのがね、これを危険性、どうなるかっていうね、うん。この先、自由がなくなるんだぞって、これを通したら。今好き勝手、ツイッターとかで、そのなんかいろんなね、その悪口言ってるのも全部ダメなんだぞっていう、もう本当に。うん。総理とかのなんか悪口言ってる人結構いるでしょ？全部ダメだよ、そういうのもね。それになってしまうともう、そう、自由がなくなるから、もう発言もね、ちょっと悪口言ったけど殺されるみたいなね。そういう感じになるんで、もう逮捕されるみたいな。そこらへんもなってですよ、もう。ね。ニュースになって。ね。だからもうもっとね、もう多くの人が、ね。まあね、それやってもまあ組織投票とかでね、まあなっちゃうかもしれないですけど、うん、本当に俺はもう、もっと、まあしてほしいなと思って言いました、これはね。はい。まあ、ということで今回あります。本当にね、まあ、キングエジョークはね、通してダメなんだよ、もうこれは絶対に。何があろうともう、うん。これはね、絶対ダメなんですよ、もう。もうこれだけでいいから、このことだけでいいかしてくれっていう。他のことはどうでもいいからね。もうこれで興味持ってくれっていう。そういう話です、これはもう。うん。あと最後にね、居眠りしてる政治家とか俺でしょ？うん。そんな奴らよりもね、はっきり言って俺のはいいからっていうね。で、ここまで政治に熱い人間ってあんまいないんですよ、本当に。うん。だってみんな熱くないでしょ？どうせ俺の話でもなんか、お前熱すぎだよ、みたいな。で、ここまで熱くらダメなんですよ、もうこれほんまに。うん。熱くなる話なんですよ、これはもう。こんなね。どうでもいいだ、その話ないんですよ、もう、これはもう。うん。命にかかってんだよ、みたいな、うん。話なんですよ、俺は。はっきり言ってね。うん。危険性を誰も分かってないというね。うん。戦争なんかね、ダメなんだから。うん。ほんとに。居眠りしてる政治家とか思うけど。うん。そんな奴らを雇うぐらいなら俺を鳴らしてくれっていうね。もう。
本当に。俺はもう政治に熱いんで、もう。うん。政治はもうすごいね、興味持って。もう、いるんでね、本当に。ここまで熱い人間は多分いないと思います、多分。本当に。まあ、そういう感じです。ありがとうございました。